アロハイチです。今回はですね、ハワイ島の美味しいもののご紹介でございます。ハワイ島はいろんなもの作っておりますけれども、その中でも美味しい魚カンパチをですね、養殖しているところがありますので、今回はその養殖カンパチが買えるお店に行ってみたいと思います。はい、ということでコナで養殖しているカンパチの方で感じております。ということで、魚とかロブスターとかアワビとかバーベキュー用のね、牡蠣とかも売ってるんだけれども、おお、持ってきてくれました。あれ生きてる。はい、ということで、綺麗なね、段ボールに入れて、袋に入れてくれてます。そしてアイスパックがね、入れてくれてますので、結構新鮮に、クーラーボックスがなくても美味しく持ってこれるということですね。カンパチが、あ、二重になってる。これ二重だ。こっちだ。カンパチが、こちら。うわ、でっか。でっか。口パッカー。パッカー。6.4 pounds。うん、かなんかそんなんだ。$58。はい、あげーということで、今回はこのカンパチ家でさばきます。はい、ということで自宅の方に帰ってきました。カンパチがこちら。すっごい大きいね。まあハワイ島だったら、まあ季節によってはですね、まあ、KTA とか、まあ、そういったところでもね、販売してて購入することができるんですが、今回はですね、イッチーたちはブルーオーシャンのね、本店で買いましたけれども、こちらの方カンパチさばいて行きます。はい、ということでまずこちら鱗を取ります。はい、ということで鱗が取り終わりまして、これからですね、頭と内臓を取り出していきます。はい、ということでお魚本体と頭、釜が2つということで、これだけでも1食分にはなりますね。そして今回のメインはこちら、これを3枚におろしていきます。ということで、こちらのパーツはお出汁を取ります。はい、ということでこちらの身の2枚を、皮を取っていきます。はい、ということでいろいろハプニングがありましたが、おろし終わりました。これをお刺身に切っておきます。はい、ということでお刺身完成です。これで4分の1柵ですね。いただきましょう。はい、ということでお寿司4貫できました。お店で食べたら$20ということで、いただきます。はい、ということでね、お
刺身とお寿司いただきたいと思います。まずはお寿司。うーん、うまい。結構しっかり油乗ってる。まあ切った時から油乗ってたのは分かったけどね、すげえ美味しいじゃん。新鮮なね、もうちょっと熟成させておいてもよかったか。はい、ということでお刺身の方もいただきましょう。うん、うまいな。いただきます。うん、うまいな。うん、ということで今晩はですね、お刺身ということでいただきたいと思いますけれども、まだまだね、三策もあるし頭もあるし釜もあるんでね、そちらの方も食べてきます。はい、ということで今日2日目のカンパチ料理はですね、あら汁、そしてまたお刺身ということで、今日はですねこのあら汁がメインになるんだけれども、いただきます。うまい。そして僕が育ててる大根、ネギもたっぷり。これめっちゃ美味しいわ。すごい美味しい。そしてお刺身も、うまいな。ハワイにいるとは思えない味。以上。はい、ということで本日のカンパチ料理はですね、カンパチの頭と釜になります。すっげーうまそう。そして、中骨というか切り落とした破片で作った、本日今回2回目のあら汁ですね。自家製の野菜がたっぷり入ってますけれども、まずはあら汁。はあ、うまい。やっぱね、骨が入ってた方が前回のが美味しかったですけど、ということでカンパチの頭、釜、お肉、カンパチの身、すげえうまいな。油がいっぱい乗ってる。うん、豪華なカンパチ定食でございます。はい、ということで最終日はですね、こちらのカンパチのしゃぶしゃぶでございます。はい、ということで昆布でお出汁を取りまして、中身はですね、自家製家庭菜園で作ったお大根さんとコストコのお豆腐が入ってますが、では早速しゃぶしゃぶ。はい、ということでもみじおろしとともにポン酢でいただきましょう。うまい、最高だわ。ということで一位農園で採れた美味しい春菊をお鍋に入れます。